じゃあ今からランブロス大会チーム戦を始めたいと思います。今回は、参加者が10人ということで3人チームが2つで4人チームが1人というちょっとまあ変則的ですけど、まあ、チーム戦のリーグ戦を行っていきたいと思います。じゃあ、まず初めはですねピッツさんのチームと隣さんのチームからお願いします。ビッツチームは、ビッツさんにデルさんにクロエさんですね。で、ノラインさんのチームが4人でノラインさん、イヌイさん、ミチノクさん、イップさんということになってます。あ、後決め先決めとか、あんたの監督いただくべ。ラウンド1ファイト。じゃあ始めてください。始めちゃってください。地味に時間かかるよねこれね。今誰が先方で出るか揉めています。Welcome to the 6FFS. ノラインさんチームの、ノラインチームの先頭が、一番手が一番、バズーで、ビッツチームは、コテ。デルさんは、まあ、バズーを選択と。投げ抜けの後2人して強パンチを出していた。タイムの中で一発で人が出る。メルバズー平の目は一発がどんどん参加されて体力リードしていく。逆に技術が決まれば1段目しか入らない。高度が低いと1段目しか入らない。こういうふうに岩をプラスにジャンプ強パンチを出し投げる。マリオパンチを狙っていくか、まあ、マリオパンチダメージで出るパンチ強度あって岩からのコンボだが返しやってない。ここでカウンターブローかかったが、そっからのコンボにいけなかった。だが上り中断ヒットして1分バズーを戻す。バズーバンドバズーバンドヒットした戦術でデルバズーがないので最初にこれ持っちゃってデルさんバチコーデ入ったんじゃないの。あーこれデルさんが持ったところはコパンモード入った。作業入ったよ。この作業を打ち切る、ね、ジャンプ強パンチとねジャンプパンチと鏡ジャンプパンチこれをねひたすらやりますと繰り返すというね、まあ、作業行動が入ったデルさんはねどうやって止めることができるか。しかしここで体力追いついてきた。ギルドをぶっ壊してこれは2ヒット。今を設置して確定ジョルド。だがジョルドコンをミスるが取り返した。
最後はジャンピオンパンチでデルタフィニッシュ。デルさん、勝ち抜き。デルさん、デルさん、